た両チームの選手が雨の降る味の素スタジアムのピッチに登場してきましたなんですけれども、この FC 東京ホームでは断然 FC 東京が結果を残しているという、まあ、そういった状況、それを崩すかガンバ大阪。さあ小野瀬、クロスが入る、アデムソンのヘッドなりませんでした。まだあります、逆サイド中村から矢島、矢島から大外狙っている、オフサイドライン、トラップをしてシュート来た、小野瀬です、先制ガンバ大阪。瞬間的に、まあ、自分の視野から外れたところから斜めにこう背後に走られて、まあ、若干ピッチに足を取られた。平田からアデミューソンから縦パス、高尾、上がっていた高尾から中へのボール、ファン以上のシュートは枠の外。三歩、もう一度自分で仕掛けに行きます、高尾を倒してそのまま運ぶ、持っていって中へというところですが、三浦さん、しかしここでセカンドボールを仕込みました、長井だ、追いついた FC 東京、長井は2試合連発。半身で受けられる形にはならなかったと思いますから、あとここからはこの能力をしっかり、ね、自分で見せて、はい、ゴールを演出する。側が追い越していこうという動きです。そちらは使わずにクロスを入れる、長いだ、短い時間で連発、一気に逆転です。 FC 東京またナサンホ絡んで、そして得点は長いです。あとはよく中の状況を見て足は振って、あそこに対しては先手取ってポジションが取れたからこそディフェンダー、そして倉田に対していった橋本、ボールを奪って長いから中へ、橋本入っていった、そして高木行った、コーナーキックです。高木長いに出した、長いからマイナスのボール、ディエゴリベーラ、ゴール、追加点です。 FC 東京、前節に続き長いディエゴリベーラ揃い踏み、サイドの、まあ、深い位置、はい、で3バックの間、ちょっと前半から続いているいたような状況だと思いますね、まあ、遠藤も間には。さあそしてここで長い笛が吹かれました。連敗の後はしっかりと連勝という、そんな FC 東京。